ランパン、ランランパン。私は実は香港に来ました。香港の後です。今サガヨを食べて、ピータンガヨを頼みました。うわーすごい、うわー、はいはいはい、美味しい、うん、美味しいやっちゃう、美味しい。それから今日はどこに行こうかなと思ってます。天気も良くなってきましたよ、最高。香港のバスに乗ってみました。今からコーズウェイベイに行きます。新鮮お肉屋さん、すごいな、新鮮お肉屋、新鮮な、わあ、ここもすごい、わあ、なんか肉屋のレベルが違うわ、うわあ、すごい肉屋だな。だけどさ、あんまりそんな臭くもないんだよな。新鮮なの売ってるってことだよね。さっきのお店で買った石って書いてあって、それで買った見たんです、めっちゃ熱いそして味は小豆、塩小豆、塩で炊いた小豆の汁です。カフェに来ました。アルケミストカフェ、ここです。とっても素敵な店内です。コーヒーを飲んだのに取るの忘れました。まあすごい賑やかも、今日は土曜日だから活気があるから、それにしてもなんかチェリーとかさ、そういうハイブランドのお店が多い場所です。なんか活気があるね。そしてね、今日天気最高なの。爽やかでお日様出てるんだけど、風はちょっと涼しくて、本当になんか秋っぽくていい天気です。今からアップルストアに行こうと思っています。着いた、アップルストア。めっちゃ混んでるよ。 iPhone が出たから香港で買おうって思って、ヨマックスを買おうと思ったけど在庫がなかった。やっぱ人気なんだね、残念。というわけでまた観光します。すごい、ここいっぱい占いの人たちがいる。ほら、私が買ったのは茶色なんですよ、茶色。ちょっと待ってね、水飲んで、この色でもこの色も欲しくなってる。やっぱこの色も欲しい、どうしよう。ストアに着きました。
なんです。それで、こっちでなんかご飯を食べようかなと思ってます。いやもう人が多いな、なんか活気があるすごいな。アウトレットで十分かな。決まりました、クーロンでのご飯、なんとか飯店です。一番最初に来たのはエビのなんかカリカリして美味しそうだったんだけど、でかいですよ、ドキドキする。ここに来たら上海ガニを食べなきゃっつって、ちょっと大盤振る舞いに上海ガニを頼んだんですけど、その前の前菜がこれかい、食べれるかな。なんかね、レモングラスとか粉粉したなんかフライドガーリックみたいなの入ってて、エビの唐揚げみたいなんだけど、量多いけどすごい美味しい。
いね、提灯が。ほら。綺麗だね。いやー、すごい。空論から見る香港島は綺麗でしたね。そしてここのちょうど渡るところ、フェリー乗り場からも赤くて、なんかあの提灯がお祭りみたい、すごい綺麗。なかなかすごいね香港。今円安じゃん、物は高いわけ。でも来た甲斐があったなって思います。ご飯も美味しかったし、さ夜はまだまだ楽しもうっと。